疲れ様です。新玉井の北川です。今回の動画は前回ね、YouTube でも告知したんだけれども、技術アップ講座をやります。で、まあ、そのね詳細の内容をね伝えてなかったので、結構ね質問が来たので、まあ、それに対する回答も含めてね、まあ、みんなに分かるようにねまとめた動画を撮ってますので、これをねちょっとね参考にしてください。で、さらにね分からないことがあればどんどん LINE の方で質問をください。はい、まず最初にね、今回この僕がやるレベルアップ講座のねちょっと目的をね正しく理解してほしくて、ちょっと今から説明するんだけれども、普通のオンライン講座とはちょっとね立て付けが違います。立て付けっていうのは仕組みっていうかな、あのね設計の仕方が違います。で、何が違うかっていうと、普通ね大体こう一般的なオンラインレッスンとかさ、そういう講座だったら大体例えばね、このリアルな猫を作ってみましょうみたいな講座があったりするじゃない、よく。で、そういうのってゴールがここなのね。この作品を作り上げるところがゴールなので、どういう立て付けになってるかっていうと、最初受講したら、まあ動画とか送られてきてね、あの作り方を学ぶのね、作り方で、次何が今度来るかっていうと、じゃあそれに基づいてやってみましょうっていう期間があるんだよね。で、まあ時々その月に何回か、まあ、講師のね添削なんか受けながらきっと作っていって、で最終的に作り上げて、はいできましたってな感じじゃない、簡単に説明するとね。まあそれぞれの先生のやり方でちょっと違うけどね、ざっくりはこういう立て付けになってるわけね。まあこれが一般的なやり方なんだけども、ただねこのやり方って何て言うかな、成果が出にくい。まあもちろんね個人差があるんだけども、例えばさ、中には始まってからずっとねこうやっていくんだけれども、なかなか理解が追いつかなくてっていう状態で作り上げるとさ、できたけどなんとなくの作品だなーって終わっちゃうじゃない。これって技術が積み上がってはいるんだけれども、ただ限りなく体験したよね、作ってみたよね、習ってみたよねっていう程度に過ぎないのね。僕はねどうもねこのやり方がすごくもったいないなっていうか、いろんな先生がやってるから、僕が今これをやっても同じことになるから、まあそれだったら僕はちょっとね違う視点を持ってるから、まあ僕なりの最も成果が上がるやり方でやった方がいいなと思ってね、今回のね技術アップ講座っていうのをねやります。で、これね立て付け何が違うかっていうと、まあみんな分かってる通り、この最初のこの作り方やり方の部分、これはもう僕はもうすでに YouTube で発信してます。で、じゃあ実際その作り方やってみよう。はい、みんな YouTube 見ながらできてます。やってますよね。で、じゃあ作り上げるまで。みんなね、作ってみたことがあると思う。まあ最後まで言ってない人もまだいるかもしれないけどね。とにかくこの体験する、やってみたことがあるっていうレベルはすでに僕のやり方の場合は済んでるわけね。で、ここからがちょっとすごく大事な話で、僕のゴールはこの例えば今回はキジトラレッスンなんだけど、キジトラレッスン動画を見てキジトラのフレーム作品を完成させましょうっていうのはゴールじゃないです。これは全く違います。ここは勘違いしちゃいけません。技術アップ講座の目的は、今できないことを2ヶ月集中的に練習をして、今よりもできるようになろう、確実にできるようになろうっていうのがこの講座の目的です。なので作品なんて完成しなくていいんです。で、個人レッスンなんで人によって違います。例えばベースを作るのがすごく苦手な人、だってベース作れないのにね、なんとなくその流れでさ、植毛まで行ってもしょうがないじゃない。だからまずはやっぱそういう人だったらベースを作ることに力を注がなきゃいけないし、ベースを作れるようにならないと話にならないから、だからひょっとしたらこの2ヶ月間ベースだけで終わる人もいるかもしれない。あるいは植毛がなかなかうまくいかないっていう人だったら植毛メインの講座になるし、であるいはねその2つもポンポンっていくようだったら、じゃあもう1つね、もう1段階進んで後頭部までさ、全身これから先作ることを見据えて後頭部まで作るね、作り方ちょっとやってみようかなんてところまで進む人もいるかもしれない。これはでも人によって違う。とにかくそれぞれのゴールは、今自分ができないことを2ヶ月後できるようになっていること、ここがゴール。そこをね勘違いしないようにしてください。はい、じゃあここからね実際あの流れについてね説明をします。まずね、開催日っていうのかなは6月3日から7月26日まで、この8週間でやります。この黄色いマーカー引いてあるとこね、この日付で
皆さんが受講者が LINE で作品ね見てくださいって送ってきたり、その時に質問とかね送ってきてもらって、僕がねポン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 回答していくような感じになります。で、質問でね一番多かったのは、この月曜日と金曜日が絶対固定なんですが他の日じゃダメなんですかっていう質問が多かったんですけど、あのねこれはね月曜日と金曜日を基準とします。で、これ理由があって、僕もねあのこれだけをやってるわけじゃないのでね、あの虹玉塾だってやってるし、まあ個別にプライベートレッスンだってね何件か持ってるし、あとはオーダーのお客さんとのやり取りだってあるし、 YouTube をね録画から編集までねいろいろねやってて、やっぱり時間をねしっかり管理しないと回せなくなっちゃうので、ここはね窓口しっかりここに設けさせてもらって、ここでやり取りをします。とはいえどうしてもね都合がつかない時あるじゃないですか。で、そういう時はあの前日に送ってもらってもいいです、このピンクのところ。ただねあのこういう風に考えてほしいんだけども、月曜日金曜日もう LINE でやるとはいえ、あの質問を送ったらすぐ僕から必ず回答もらえると思わないでください。それは僕の方の都合っていうかね、あの例えばこう送ってもらっても僕は今その時ね他の受講生とやり取りしてる真っ最中だったら返せれるわけないし、まあ、基本的にねこの月曜日金曜日はもう添削のために僕他の仕事を止めるので、作成とかはしないでもこれに集中するので基本的には返せると思うんだけど、だけど時間帯的には混み合ったりすると思うから、そうなるとねあんまりすぐ返せなかったりもするから、だけどまあ月金に質問をもらえたらそれなりに壁打ちできると思うので僕とね。だけどそのどうしてもその月金に時間が取れなくて前日送りますっていう人は、ここはねあの僕とは壁打ちできないと思ってください。あの質問を投げかけて僕の回答が翌日もしくは翌々日に来るよっていうぐらいに思っておいてください。僕の回答日はね基本的にはこうです。月曜日に来たものはなるべくその日のうちに、もう来たらタイミング良ければすぐ返します、もう秒で返します。だけどさっきも言ったように都合悪い時は少し時間かかるし、あるいは動画で解説しないと伝わらないなっていう時は動画撮るから、そうなると翌日になる時だったらし、まあその日になるかもしれないしね、基本的にはそんなつもりでいてください。はい、じゃあね次あった質問に回答していきますね。あの添削にね回数制限あるんですかっていう質問だったんですけど、あの回数制限に基本的にはありません、設けてません。なので何度でもね聞いてもらって構いません。例えばこう月曜日に聞くじゃないですか。で、基本的な考えは月曜日にこうどうですかって写真送ってねいろいろ質問して、で僕の方で添削ね回答してこういう風に修正した方がいいよって言われたら、多分ねそれなりに時間かかると思うんで、まあ中3日使って修正をして金曜日にできましたどうですかっていうような感じね。それでまた僕と壁打ちをするっていうのがまず通常のやり方っていうかな。場合によっては月曜日に質問をして、ですぐねあの修正できる内容だってあるじゃない。したらねまた月曜日のうちに出来上がったらすぐ写真とね送って添削受けてもらって大丈夫です。それもね何度でもそこに回数の制限を設けません。はい、次の質問。添削をね受けれなかった日がねあるとするじゃない。その時にまあ後ろにね1週間伸ばしてもらえたりするんですかっていう質問に対してなんだけど、基本的にはスタートが6月3日の一発目の添削、そして一番最後が7月26日これできっちり終わります。仮に例えば、ね、どうしても用事があって、まあ、前日の質問もできなかったりして、まあね例えばこの14日受けれなかったとかで、そういうことがあったとしても後ろに伸ばすことはないです。なのでね、まあ1日ね金曜日に例えば質問したかったのにどうしてもできなかったっていう時は、まあ月曜日にね質問をしてください。はいはい、次ね、受講日までに準備することありますかっていう質問なんだけど、これねちょっと 2,3 ちょっとね説明事項があります。まずね道具に関してなんだけど、これはねあの新たに何か必要だよっていうものはありません。今自分がね作品作ってんだから、それね使ってもらって全く構いません。ただね1個だけね、あのね素材があるでしょ、あのベースに使う素材ね。でこれでもう自分の好きなものを使ってもらっていいんだけども、もしねあの浜中のわたわたしか使ったことがないよっていう人がいたら、もし興味があるんだったらペレンデール鎌倉さんでランビエキナリオーモっていうのを素材で買ってるんだけども、
でその素材の方が固めやすいと思うんだよね。ちょっとやっぱりキメが細かさがちょっと違ったりとか、使ってみたいなっていう人はね、ぜひね、ペレンデール鎌倉さんでね検索したらネットショップ見れると思うから、そこでねランビエキナリ羊毛であるから、要はワタワタ素材だよね。でそれをね、ほんとグラム単位からキロ単位でも売ってるから、ただ送料かかっちゃうからね、キロ単位で買った方がねお得なんだけれども、絶対にこっちの方がね使いやすいと思うからね、まあ、使ったことない人はねちょっとそれまでに、まあ、興味あるんだったら手に入れてみてもいいのかなっていうところが一つです。ともう一つは、これはね準備してほしいっていうか、3日までこのねスタートの時、ここまでに顔のベースはね準備しておいてほしいかな。顔のベースが出来上がった状態のやつは1個は準備してほしい。で既にね作品完成させたことあるよっていう人は、その作品完成してるやつもね合わせて添削するから一発目でね。でそれプラス、もしベースがあったらいいかな。でまだねこの作品まで完成しないよ、ベースはでも作ったことがあるっていう人はそっからスタートでいいから、もう最低限ベースまで作ってほしいかな。最初にね説明したように、普通のさオンライン講座と違うのは、もう受講前からすでにやり方も練習もできるのが僕の講座なのね。 YouTube で見て練習できるから、だから今からも時間があるから、もうすでに作ってみたよっていう人もちょっと余裕があれば顔のベースまでは作った方がいいかな。それとね時間ロスしないから。はい、次この質問ねあったの。これね、私でも受講していいですかって何名かで言ってきてくれたんだけど、受講していいです。これはねごめんなさい、僕の説明がねちょっと誤解を生んだ。YouTube の中でこれ説明したでしょ、この図でさ、こうやってね積み上げてって、自分の技術とか壁に当たってる人が超えるためにこの講座やるんだよって言ったから、ちょっとね勘違いさせてしまったけど、大丈夫、受けていいから。壁はねそれぞれこの位置にもこの位置にもこの位置にもあるので、この壁をそれぞれの位置で越えたいっていう人がいるなら、それはね全然受けていいです。全然受けて構わないから、ぜひねそこね遠慮せずにね、本気の人はね受けちゃってください。はいはい、決済方法についてね説明します。決済方法は基本的にはクレジットカード決済です。 LINE の方で技術アップ講座ってワードを入れてくれたら、自動的に購入の URL が送られてきて、それ購入ができれば受けれます。で実際にどんな画面に行くかというと、 URL を押したらここにつながります。2ヶ月集中技術アップ講座で、これ今ソールドアウトになってるけど、ここカートボタンになってるので、ここを押してもらって購入してください。ただね、僕が一人で教える個人レッスンなので、受け入れる人数にキャパがあります。で定員決まってるので、この定員分しか当然商品は準備しません。なので申し込みに来たんだけど、すでにソールドアウトになってる場合は定員が埋まったと思ってください。でこれ申し込み日は最後にお伝えします。はい、それではね最後のお知らせです。講座のお知らせというところで、まず受付開始、これについてはね25日の20時から受付開始をいたします。でもう20時になるまではカートはゼロのままなんで、20時になった瞬間に準備しますので、そのつもりでいてください。で定員がねあるので早いもん勝ちとなってしまいます。でただね今回もし受けれなかったっていう人は、一応ね今後の予定を話しておくと、一応これで考えてます。赤がね今回やる猫の技術アップ講座なんで、3日から26日までで、次犬の技術アップ講座の方をやります。でこれがね8月から始めようと思ったんだけど、お盆あったりなんだりしてみんな忙しくてできないから、8月は開けて9月10月でやろうかなって考えてます。で11月12月はというと、これはね虹玉塾の2期生が始まるので、ここではね開始はしません。なので次ねあるとしたら、来年2025年の1月から猫の技術アップ講座で、またその後犬猫って続けていこうかなと思います。ただそれはねちょっとね今回と、まあ犬はね今年やるやつは絶対にやるので、それのちょっと様子を見て、考え
ますね。ちょっと今後どうするかっていうのは一応そんなところです。まあ、最悪ね、なくして違う形にするかもしれません。はい、最後ね、もう一個だけねお知らせというか告知をしておきますね。この表についてはね、あの前回の動画で皆さんに見せた通りです。黒塗りの部分があったんだけど、これ何かっていうと、ちょっとね中身を練り直したりしてたんだけど、プライベートレッスンです。でこれをね始めます。まあ始めますっていうかね、今までねちょっとやってたんだけど、このサポートした人たちが終わったので、新たにちょっと中身を見直して始めようと思います。でどんな人が受けれるんですかって、これ簡単に言っちゃうと、まあがっつりとね僕から習いたいっていう人です。でその内容についてはね、技術アップしたいですっていう人もいれば、まあ、売り上げ伸ばしたいけどどういう風な考え方でいったらいいですかとかさ、あるいはもう単純に全身作れるようになりたいですとか、もう何でもいいの。とにかくね、あの僕から本腰入れてがっちり習いたいって思ってる人、そういう人はね受け入れてます。で虹玉塾と違ってゴールがね、あのオーダー作家デビューとかそういうのはないので、もう本人が満足いくまで契約更新さえしてもらえればね受けることができます。なので、ね、まあがっつり学びたいという人には向いてます。サポートする内容が、まあ、虹玉塾のように僕のね個人アカウントの LINE でやり取りをして、もう受講期間中はもう365日もういつでもね僕から添削受け放題、相談乗り放題なので、やっぱりね、あのその辺のプライベートレッスンとはわけが違います。サポートしてもらえる量が、まあそんなのをねやろうかなと思ってるので、まあ、興味のある人はね LINE の方からね質問してくれれば、まあいろいろね答えていきたいと思います。まあ、これもね、あの多い人数は取れないので、本当限られた数名しか取らないです。はい、そんなところです。はい、というわけでね、まあ技術アップ講座と、まあ最後ねプライベートレッスンの話なんかもしたいんだけれども、とにかくね、あの聞きたいことある人ね、どんどん LINE の方でね遠慮なくね質問してもらえればいいかなと思います。はい、そんなところです。はい、それじゃあまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。